佐野吉平から1979年は、日本の実業家。カスカベ宿で、慶長年間創業15代400年の老舗、伊勢屋当主。佐野吉平は1904年、埼玉県南埼玉郡カスカベ町に生まれる。旧政権立春ス壁中学校を1922年に、卒業後、老舗伊勢屋に勤務。伊勢屋代表取締役社長を1934年に、 継承した。戦後の高度成長時代には、スーパーマーケットプラスを立ち上げた。伊勢屋代表取締役会長には1968年に就任した。市は、1970年代に将来移転予定のカスベカ薬草園の跡地に文化施設を提案。及び、カス壁三枚橋の薬草園の隣接地に商業施設を誘致した。また所有する土地を、 カスカベ市の再開発に供し、琴音公園橋の文字は、市の夫人が記号するなど、カスカベ市の発展に数々の貢献をした人物である。1979年に、それらの完成を見ることなく永民したが、それらは、後の1980年代に、文化施設、カスカベ市民文化会館、カスカベ市立図書館、琴音公園橋、商業施設、 ロビンソン百貨店などとして結実し、後世のカスカベ氏に功績を残した。カスヘキサノ家住宅フルトネ川南岸上の旧日光街道カスカベ塾に面する。慶長以来、伊勢屋の屋号で荒物問屋を営んだ商家で、屋敷全体を土蔵造りとする。店舗は土蔵造り黒漆喰塗りの切り妻本瓦武器二階建てとし桁雪八軒、張間六軒で、 正面に一軒の日差しがつく。母屋は店舗北に接続した木造本、河原吹平屋建てで、2列6間取り4畳6畳8畳の座敷を廃し座敷周りに沿道下を回す。店舗をはじめ、母屋、袖蔵、表門、裏門、湯戸の離れ、茶室及び月山地線庭園のほか土蔵群が軒を連ね、黒部が屋敷地を取り囲む。 当地でも大型の土蔵造り町屋であった。カスカベとキリタンスカンナクズの香り漂うタンスの町。カスカベと王子主カスカベ周辺は王子主が集中し、ありがとうございます。